もこんにちは、しゅんじです。今日はですね、新しく出た恐竜3体入ったセット、アニアジュラシックワールド最強ヒーロー恐竜セットを見ていきます。こちらのセット、ピロラプトルに、あとワイルドバージョンのブルー、そしてワイルドバージョンの T-Rex の3体入った豪華セットとなってますね。で、箱の横をね、この写真が載ってるんですけど、かっこいい。これフィギュアの写真ですからね、めちゃいい感じに写真撮ってますね。で、後ろはこちら、稼働するところと、あと、恐竜フィギュアの頭部分がね、載ってるんですけど、かっこいいですよね。特にピロラプトルの頭がかっこいいです。で、反対側のサイドにもこうね、写真が載ってます。では箱からね、取り出します。で、今回ね、こちらの商品エディオンさんで買ったんですけど、お値段ちょっとテロップでね、書いておきますね。箱の中にはですね、なんとこの、なんと情景パネルではないけど、情景シートがあって、で、すっごいかっこいいね、プリントがされてる。これ夜かな。で、上にヘリコプターがあって、なんかライトアップしてますね。で、 T-Rex のマーク、看板がここにある。下ね、台座みたいなのがあったらよかったんだけど、ないんですよね。なんで、なんか自分で作ったらいいかもしれませんね、こうやってね。で、このパネルね、立たせて、この前に恐竜フィギュアを並べたら、かなりかっこよく飾れると思います。まずはベロキラプトル4姉妹の、リーダー的存在、ブルーのワイルドバージョンのフィギュアから見ていきます。全長が約12センチで、アニアジュラシックワールドのブルーと、大きさをね、比べると、ま、体は、どうだろう。あ、こっちの方、ワイルドバージョンの方が幅がありますね。結構がっちりとした体になってて、ま、パッと見てすぐわかるんですけど、首傾いてるんで、なんだろう、ちょっと動きのあるね、形になってますよね。で、あと色もね、なんか違う。ちょっと白っぽいですね。ね、新しく出た単品フィギュアのこちら、ブルーのスノーバージョンと比べるとですね、あ、高さ同じぐらいだ。で、全長もあんまり変わんなくてですね、色も結構似てるんですよね。ちょっと白っぽくなってて、まあ、ただこの背中のところの色は違いますけどね、首がね、傾いてるから、まあ、この辺は違うんですけど、体の幅は、セットで入ってるワイルドバージョンのブルーの方が大きいですね。色はね、スノーバージョンのブルーの色とね、似てましたね。ちょっと白っぽいグレーカラーになってて、で、背中はね、あのスノーバージョンとは違って黒カラーとなってて、また形ね、こう首傾けてて、なんかこの足の形とかもね、なんだろう、こう走ってる、動いてる時のね、ポーズになってるのか、躍動感ありますね。ワイルドバージョンのね、このブルー、この首がこうちょっとくねっとね、傾いてる感じが、すごい躍動感のある形でかっこいいですよ。口の中、歯と、あとね、下の部分ね、綺麗な塗装されてますね。で、口ね、開閉するようになってて、で、首のとこね、この辺のシワなんかもね、よくできてて、で、ブルーの特徴的なね、この青のラインですね。これも綺麗ですね。ちょっとなんか細い気がするけど、で、反対側も、綺麗なね、このラインが入ってて、反対側はこの目の周りまでね、青色のラインが入ってますね。で、前足ね、ちょっとこう曲げててね、うん、この形また可愛いの。これ動かせないのかな。あー、前足動かないんだ。で、長い指、爪の部分ね、綺麗に塗装されてますね。はい。で、お腹のところ、ちょっとぷくっと膨れた、形になっててですね。で、速そうな後ろ足、筋入っててね。あと、ところどころちょっと黒っぽいね、塗装なんかも入ってて、すごいリアルなね、ペイントになってて。で、鍵爪、なんかめっちゃ大きくないですか？これめっちゃなんか大きい気がする。で、こう、ニョキッとね、伸びた形が、かっこいいですよ。ね、右の後ろ足が一歩前に出てて、左の後ろ足がね、一歩後ろに行ってるんで、こう、またね、ちょっと動きのある形になってますね。で、尻尾なんですけど、くねっとこう曲がってて、またこうね、稼働するようにもなってますね。スノーバージョンのブルーとね、色結構似てたんですけど、形全然違いましたね。かなりがっちりしてますね、こうやって見るとね。で、ただこの首のところをちょっと傾けてるから、こうやって手で持って遊ぶときに、ちょっと頭ずっと傾いた状態になってるからね。ちょっと遊びにくいのは遊びにくいかもしれませんね。次はね、白亜紀後期、フランスに生息してた小型の肉食恐竜、ピロラプトルを見ていきます。フィギュアの全長は約 9.5 センチとなってて、サイズはね、小さいです。アトロキラプトル、タイガーを横に並べるとね、こんな感じ。小さい。めちゃめちゃ可愛いね、サイズになってるんですよ。体全体こう毛が生えてるんですけど、
もうふさふさの毛になってて、で一枚一枚ね、なんか小さいのとか大きいのとかあったり、いやこの辺の造形もよくできてて、でまた赤カラーに、あと、グレーかな、グレーカラーに黒い部分なんかもあって、めっちゃこうやんちゃなね色になっててかっこいいですね。ピロラプトルの頭上ね、こう長い毛がねニョキッと生えててかっこいいですよね。で口が開閉するようになってて、で前足のねこのふさふさした毛、この羽毛部分ね、あの一枚一枚ね丁寧に作り込まれてますよね。はい、で爪もちゃんとね綺麗に塗装されてるんですよ。ここちょっと見えにくいですけど、内側これ前足ね広げれたらよかったんだけど、可動はねしないんですよ。ただ柔らかいから広げることはできるけど、ちょっとね無理に広げちゃうとここ白っぽくなってるから、あんまりやらない方がいいかもしれないですね。なんかちぎれちゃいそうですね。はい、で中は黒っぽい塗装になってますね。で胴体部分もねこうふさふさした毛が生えてて、で後ろ足のこのももの部分、そう後ろに尖ったような形に毛が生えててかっこいいですよね。でこの、もも下ぐらいからは毛がねそんな生えてなくて黒っぽい色で、ピロラプトルもカギ爪があってですね、爪の部分は黒色に塗装されてますね。で後ろ足前後に稼働するようになってますね。この尻尾の先端まで細かい造形になってますね。で下はねまあこんな感じ、特にあのカラフルな色とかではないですね。このフィギュアね正面から見ると、あの新しいねジュラシックワールド新たなる支配者の予告編で登場してたあのピロラプトルの形とね似てますよね。やっぱりあの時のこのピロラプトルのイメージで作ってるのかもしれませんね。で最後3体目はですね、やっぱりジュラシックワールドといえばこちらの肉食恐竜 T-REX を見ていきます。しかもこちらねワイルドバージョンになってるんでかなり迫力がありますね。このフィギュア全長 16.5 センチとなってて、アニやジュラシックワールドの T-REX を横に並べると高さはね、あちょっと低いかな、ただ全長は同じで、横幅はあこっちの方がワイルドバージョンの方がね大きいですね。であとやっぱり形ね、まあ、頭の形見てもらったら分かると思うんですけど、迫力が全然違う。やっぱりワイルドバージョンはかなりかっこいいです。動きのある形もねまたいいですね。アニア・ジュラシック・ワールド大きな協力王国マップのセットで入ってたこちらワイルドバージョンの T-REX と比べるとですね、これ多分ね形ね全く同じで、色が多分ね変わっただけですね。そう今回ちょっと薄い黄土色みたいなね色になってて違いますね色ね。ただ形はね同じなんですよ。口の中の色とかも違いますね。フィギュアはねやっぱりワイルドバージョンなんで、こうちょっと所々この動きのあるね形になってて迫力ありますね。で色がさっき黄土色って言ったんだけど違いますね。これねよく見るとねうぐいす色かなに、ちょっともうちょっとこう黄身寄りにしたようなそんな色ですかね。で、ところどころ白い部分とかもねありますね。ワイルドバージョンの T-REX ね、このアニアにしてはずっしりとくる重さでいいですね。で頭が大きくてですね、また塗装も綺麗、あの濃いところとかあの白い部分なんかもあったりしてね、この辺の塗装がすごい綺麗で、目の周りのボコボコっとした形にこの頬の部分ですよねが少し膨らんでて、いやーかっこいいですよ。で体中こうねちょっと怪我してる部分なんかもあって、首に前の方もね怪我してますね。で今これ口ガバッと開けてるんですけど、これあ前回に開けてこれですね。で歯はちょっと黄ばんだ色になってて、下のところとかも綺麗にね塗装されてて、口を閉じるとはいこんな感じ、下顎の歯がね隠れちゃいましたね。前の方から見ると見えるけどね隠れるようになってますね。はいこんな感じで、開けた方がやっぱりかっこいいですよね。で首なんですけど太い、めちゃめちゃ太くてねかっこいいですよ。でがっちりした体ですね。なんか白いところとかまた、濃いね塗装の部分なんかもあります。で前足短くて2本の指がねあって、爪の部分なんかもね綺麗に塗装されてますね。この T-REX の後ろ足がすっごい大きいんですよ。めっちゃ迫力ある。でまたちょっと曲がってて、そう上体を少しね低くしてるようなそんなね形になってて、いや迫力ありますよね。うんこの形がめっちゃいい。で後ろ足もね爪の部分綺麗に塗装されてて、前後にねこちら、稼働するようになってますね。であと、尻尾なんですけど、
くねっとこう曲がっててね、でまたこの尻尾部分も稼働するようにもなってます。ワイルドバージョンじゃない方の T-Rex とねこう並べるともう全然色も違って、またこうやっぱり全体的に細かいこうなんだろう、ちょっと動きのある形になってるから迫力がありますよね。この状態で飾ってもいいんだけど、こう状態を上に起こしてこんな感じで吠えてるポーズで飾ってもめちゃめちゃかっこいいです。で最後ね、箱の中に入ってたこちら情景パネルをこうやって置いてですね、立たせて、この前に入ってた恐竜フィギュアですね、ブルーにピロラプトル、はい、T-Rex を置いて3体並べて飾るとこんな感じ。いやかっこいい。なんもないよりやっぱりねこの情景パネルがある方がねかっこいいと思います。またよかったらぜひやってみてください。こちら新しく出ましたアニアジュラシックワールド最強ヒーロー恐竜セット3体、ご紹介したんですけど、今回ね新しい、セット商品3種類出たんですけど、その中でもこのセットはかなり人気高いと思うんですよ。これか多分もう1種類あのギガノトサウルスが入った新恐竜たちの激闘セットのどちらかがねすごい人気高いと思うんですけど、まあ、これもやっぱりねワイルドバージョンのフィギュアがね2体入ってて、新しい映画の予告編にも登場してたピロラプトルね、単品フィギュアでこのピロラプトル出てないから欲しい方ね多いと思うんで、このセットもね本当に人気高いと思います。はい、ということで今回はこの辺で、今回ね3種類、セット商品の方出たんですけど、どの、商品ね、購入予定にされてるのか、よかったらぜひねコメント欄に書いてください。そしてチャンネル登録にグッドボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。